どうも、シーワイルドのシーです。今日は釣りに行きます。今は妹夫婦を待っています。あともう一人迎えに行く予定です。今から私が150キロ運転します。釣りめっちゃ楽しみ。多分めちゃめちゃ寒いんですよ。超寒いと思うんですけど、あってか、なんか途中から風速7メートルとかが言ってたんですよね。風速7メートルって結構強いかな。よし、じゃあ今から運転頑張ります。どっちも取るよ。撮影チャンス。どうしよう、近くに行こうかな。もう見えてる？見えてるよ。あ、でかっ。おー、すげえ。早いね。40あるじゃない。40あるんじゃない、これ50ぐらいあるぞ。顔も、顔誕生。うわ、でかっ。でかいね。顔も登場。すげー。いいと思う。うまい。うまい。すげー。早いね。キープ？キープ。すごい。50センチない？これ。50近いよこれ。さすがめちゃ。やばくない？ YouTuber の出番だ。50ある。50あるのよこれ。え、50あんの？そう、50ある。50あるよ。この0から52。 52？ そう、でかでかでかいわ。膝下じゃん。それはでかいわ。結構引いてたもんね。引いてたね。でかいね、確かにでかいか。いや、足元だわ。やっぱり足元ここ。いや、そうだ。これも全然遠投してなかった。最初俺に当たり合ったやつだ。リベンジ。贅沢に食べたね。どうや。これが北海道のネバル。ここネバル。よく釣れるがやでした。うお。引いたんだけど。ああ、引いてるよ。あ、あ、待てよ。待てよ。負けないじゃん一生。いや、バレたっぽいな。
立派ないこれ。やっぱでしょ。何センチ何センチ。これ40。40ぴったりぐらいかな。40ないぐらいじゃないかな。40あるんじゃない。37だね。40あるね。おお。これでかない？いやマジで。やばった。全然ないわ。やっぱこれあれだわ。だいたいみんながリリースしたのです。波強い。ガヤしか釣れない。うわ釣り上げたらこれ紫だって分かったんだ。でかすぎ。やば。ひらめかと思った俺。ひらめじゃないと思ってる。
ヒラメだと思った俺。やばい。カレーだね。でっか。いや、ニートだったから俺ヒラメかと思ったのさ。うん、嘘でしょ。こんなことやっていいの？丸まってる、丸まってる。めっちゃ腹筋してるよ。やばい。でっか。やばい。背筋かな。めちゃめちゃでかいじゃん。測る。これでかすぎだよ。ヒラメそんな口じゃん。めっちゃ俺興奮しちゃった。予想は？これ60いったでしょ。65ぐらい。63。何でしょ。52ぐらい。60。どうしても測られたくないよ。ここネバネバだし。はい。60。60あるわ。62。62だ。やばい。でっか。あ、びっくりした。マジでヒラメだと思ったのに、ね、悔しかった、ちょっとヌメヌメさんだったね。パシフィックマーダ、Thank you.